今回はシューティングを紹介するよ。かっこいい。操作説明をするね。モード1攻撃ボタンとモード2攻撃ボタンだけだよ。モードってことはこの機体武装が変わるのか？うん、今撃ってるのがモード1の攻撃だね。そしてこのブレード攻撃がモード2の攻撃だよ。今のレーザー攻撃は？それぞれのモードでスペシャルウェポンがあるんだ。モード1がフォーミングレーザー、モード2が攻撃力レーザーだよ。両方強力だけど、左下のショットレベルのゲージを使うから注意してね。ゲージは時間経過とアイテムで回復するよ。基本的には大きな敵にブレード攻撃なのかな？その通り、ただし3回ブレード攻撃するとちょっと隙ができるよ。あとモード2の2種類の攻撃には玉消し効果があるよ。消せない攻撃もあるから注意してね。このゲームは相手に近づくゲームなのですか？うん、相手の隙を突かないとやられちゃうけどね。一応シールドが機体についてるから一度は被弾できるよ。おーおー、巨大戦艦だ。このゲームは派手な演出も魅力だね。後で3人ボスとの戦闘も見せるよ。すごくカメラが動くんだ。ブレードを振るとロックオンするんだな。その通り、これでロックしてレーザーを当てるんだ。フォーミングレーザーは敵を倒しきれない時に使うよ。通常攻略ではあまり使わないけどスコア稼ぎに使うみたい。おっと、ボスか？いや、中ボスかな？大きな敵もたくさん登場するからどれが中ボスかわからないんだよね。またなんか来たよ。オラ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 。すごい火力だな。これは、いよいよボスだね。まずは左右のレーザー砲を壊すよ。機体が邪魔でレーザー砲に当たらない。危ねえ。まずはストップ。ショットがかなり弱くなってますね。ここが天王山。かっこいい。それじゃここから三面だよ。なんですかあれ？奥様撃ったりレーザーだ。よく避けたな。ふふ、たまたまだとは言えないな。たまたまなのかよ。よし、よしじゃなくない？レーザー対決だ。やったか？ここから第2段階か。あ、
コンプメン回数はプレイするたびに1増えるよ。それどころじゃないぞ。うおー、すごいアングル。難しいからコンプニョンを遠慮なく使おうね。いかがでしたか？アルティメクスセカンドでした。爽快なシューティングゲームを良ければ楽しんでください。それではまた会いましょう。バイバイ。